で、二頭筋のまず基本種目、マス種目の代表はバーベルカー。まずは手幅。手幅は、まあ、ベーシックね、肩幅。肩幅のそのまま下ろしてきた位置に。で、これストレートバーでやる理由は、まあ、イージーバーというと曲がったバーでやる場合もあるんだけれども、基本的には二頭筋に対してはストレートバーの方がいい。二頭筋は上腕の屈曲プラス体外の作用があって、ストレートバーは体外されている状態でカールできるけれども、イージーバーの場合は体内されている状態なので、二頭筋に対する刺激が弱くなる。なので、ストレートバー、肩幅でそのまま下ろしてきて、肘は体側につける。動かない状態で、まあ、俺だとこの位置だけれども、反動をつけずに指導するのが大事。重い重量を使った時、ちょっと反動を使いたくなってくるけれども、指導は反動をつけない。で、上げるに従って、いやいやね、反動をつける場合もあるかもしれないけれども、最初から反動をつけるではおかしく。指導、ゆっくり、そこから、か。横から見たら、最初、ゆっくり、指導、ゆっくり、そこから、か。ちょっとこれ、結構重い重量をすでにつけてるので、そんな簡単に上がらないけれども、本物のトレーニングを見せたいので、重量をつけてでは、サブスクライブもよろしくお願いします。ではまた次回。